1914年のオスマン帝国の国勢調査では、総人口は20975345人で、ありギリシャ系は1792206人である。1923年のギリシャとトルコの住民交換は、住民の信仰に基づき、トルコ領内のギリシャ正教徒とギリシャ領内のイスラム教徒を交換したものである。トルコ領内に居住する正教徒はギリシャ人とみなされてギリシャへ追放され、ギリシャ領内に居住するイスラム教徒はトルコ人とみなされてトルコ領内に追放された。これによって現代のギリシャとトルコがおおむね一国家一民族の国民国家となった。しかし大規模な強制的な住民交換、あるいは合意の上の相互追放であり、民族浄化であり、その過程で多くの難民を出した。ギリシャとトルコの住民交換の合意書は1923年1月30日にスイスのローザンヌでギリシャ王国とトルコ共和国との間で調印された。これはおよそ200万人もの人々を巻き込み、彼らのほとんどは強制的に追放され、事実上、故国から国籍を剥奪された。1922年の終わりまでに、小アジアのギリシャ人の大半が1914年から1922年のギリシャ人のジェノサイドの際に亡命しており、残るギリシャ人も1919年から1922年の木戸戦争で敗者の側となった。複数の概算によれば、1922年の秋の間に90万人のギリシャ人がギリシャに到着した。住民交換はトルコによって公式の方針として認識され、恒久的なギリシャ人追放とされた。当初はトルコ領内の新たに人口の減少した地域を占領するためにトルコから追放されたギリシャ人より少ない数のトルコ人がギリシャから新たに呼び寄せられた。この時ギリシャは新たな家財を失ったギリシャ人難民がトルコによってギリシャにもたらされたことをギリシャ系イスラム教徒のトルコへの移住とともに目の当たりにした。ギリシャを南端とするバルカン半島とトルコ領土の大半を占めるアナトリア半島は極めて近接して向かい合っている。古代ギリシャ文明の拡大、ローマ帝国や東ローマ帝国の統治を経てオスマン帝国支配下となったアナトリアとバルカン半島南部では、スルタンら支配層はムスリムであったものの、キリスト教徒など多様な宗教を信じる諸民族が暮らしていた。その後、ギリシャは独立。第一次世界大戦で、ギリシャは英仏などと共に連合国に加わって、勝者となり、オスマン帝国など中央同盟国は敗れた。ギリシャとトルコの住民交換は、それに続くトルコ革命、トルコ独立戦争、木戸戦争の結果である。トルコ軍を率いたムスタファ・ケマルはギリシャ軍を破ってアナトリア西岸のイズミルへ入城。その後、1922年11月1日のオスマン帝国滅亡に続き、1923年7月23日、スイスのローザンヌにおける交渉を経てトルコはギリシャなどと講和条約に調印し、バルカン半島側の東、トラキアやイスタンブールを含む西方国境が確定した。11月29日、大トルコ議会はトルコ共和国の建国を宣言した。すなわち、領土のほとんどがムスタファ・ケマルの1920年の国民協定によって主張されていた領域を包含していた国家である。トルコ国家はムスタファ・ケマルの人民党が指導していた。独立戦争の終わりは、地域の新たな統治をもたらした。しかし新たな人口統計学上のその多くが捨て去られてきた。また、都市再建の問題ももたらした。木戸戦争は略奪され破壊を受けた多くの居住地を残した。ギリシャの領土拡大。バルカン戦争後までに獲得した領土は2倍になっていたが、ギリシャ人の居住地域はその外にもあった。その後の木戸戦争の結果として、セーブル条約による獲得地を失うことがローザンヌ条約によって確定した。バルカン戦争以後、ギリシャはその領土がほぼ2倍となった。そして国民はおよそ270万人から480万人に増加した。新たに併合した領土の人口によって、ギリシャのマイノリティの人口は 13% に増加し、第一次世界大戦の終わりには 20% に増加していた。これら併合した領土の民族集団のほとんどがイスラム教徒であり、ギリシャ人ではなかった。これはアルバニアに隣接するチャメリア地域に居住するアルバニア人のケースにおいて特にまである。ローザンヌでの討議の間、ギリシャ人、トルコ人あるいはアルバニア人とは定義の正確性の問題は常に俎上にあった。ギリシャとアルバニアの代表は、ギリシャのアルバニア人はすべてが混血ではなく、トルコ人と区別し得るということを決定した。アンカラに首都を置いたトルコ共和国政府はまだ、エルデク、アイワルク、メンテシェ、アンタルヤ、W、シンカイル、メルシン、及びアダナの移住に、チャメリアからアナトリアに、1000のトルコ語話者が到来すると予想していた。最終的にギリシャ当局は、テスプロティア県、ラリサ、ラガダス、ドラマ、エデッサ、セレス、フロリナ、キルキス、カバラ及びテッサロニキのイスラム教徒の追放を決定した。1923年から1930年の間に、これら難民のトルコへの流入は、劇的にアナトリアの社会構造を変化させることになる。トルコの公式発表では、ブルサ州だけで1927年まで 32,315 人のギリシャ由来の人々が居住していた。北極探検で知られるナンセンは、外交官としてロシア革命後の内戦による難民の救済の事績などで1922年にはノーベル平和賞を受賞していた難民の父である。複数のソースによれば、住民交換は多くの人々にとって厄介で危険であったが、尊敬される監督者によって実行された。もし住民交換の目的が民族と国民を同じにすることであるなら、それはトルコ・ギリシャ両国によってなされていた。例えば1906年において、今日のトルコの国民の 80% 以上がイスラム教徒であった。1927年までトルコの人口の 2.6% だけが非イスラム教徒であった。住民交換の企画者は国際連盟により委員に任命されたフリチョフ・ナンセンであった。初代難民高等弁務官としてナンセンはギリシャとトルコと西欧の利益を考慮しつつ住民交換を提案し監督した。第一次世界大戦後のロシアとその他の難民の再定住の経験で連達の外交官としてこの時ナンセンは世界大戦で土地を失った人々のための新たな旅券、いわゆるナンセンパスポートを作成した。彼は木戸戦争の平和的解決を担当するために選ばれた。同戦争は最終的に両国がすべて履行する住民交換の最初の段階の雛形を結実させた。これほどの規模の強制的な住民交換は近代に試みられたことはなかったが、1919年のギリシャとブルガリアの住民交換のようなバルカンの先例は利用できた。第一次世界大戦後の民族的緊張を改善するに十分ではないであろう。ギリシャとトルコ政府による合意ゆえに住民交換は実行可能な選択肢として推進された。アンカラ政府の代表によれば、トルコの少数民族の多数の改善は、とりわけあらゆる外国の介入及びあらゆる外部の挑発の排除次第であると。これは、住民交換によって、最も効果的に達成し得る。そして、国家の安全のための最善とマイノリティの存在が、住民交換の後には、国の法律によって、トルコの自由な政策よって、構成員が、トルコ市民しての義務から逸脱していないすべてのコミュニティの認識とともに、これらを満たすのであると。住民交換はまた、バルカン半島での暴力の対応として便利である。100万を超える食料あるいは避難すべき場所のないトルコ人がヨーロッパでもなくアメリカに存在し、いかなる場合でもあらゆる関心を持っていたのではなく進んで持とうとしている。住民交換は、数ある中で最もラジカルな救済方法と同様にマイノリティ保護の最善の手段に見える。ナンセンはローザンヌの交渉のテーブルはエスノナショナリズムではなくいささかの遅滞のない早急かつ効果的な結論を要する問題だと信じていた。彼はギリシャとトルコの難民の問題の経済的要素は最も注意するのに値すると信じていた。このような住民交換はトルコに直ちにそして最善の条件でかつてギリシャ人が放棄した耕作地の開発の継続の必要ある人々を提供することになるだろう。イスラム教徒の市民のギリシャからの出発は今は町に収容されていてギリシャの各地にいる莫大な数の難民の自活の提供の可能性を作り出すことになるであろう。住民交換は100万人以上の人々の立ち退きが必要になることを認め、ナンセンは困難は実のところ計り知れないものと認識していた。彼は始めた。彼らの故郷から根こそぎになった人々を見知らぬ新しい国に運び、放棄した彼らの個人的な財産を価値を算定し、清算し、記録をつけて、そして彼らにそれらの財産の価値の主張した分だけの支払いを保証して、移民の所有物は保護され、彼らは持ち運びのできる持ち物の自身で運ぶことが許された。それは、所有物は両国の間のエーゲ海を横断するだけでなく、リストに記録することが必要であった。これらリストは償還のために、両国政府に提出することになっていた。住民の持ち物の問題を取り扱う委員会の設立の後、この委員会は、彼の不動産のための個人への支払いの総額を決定した。移民らは、新天地で彼らが捨ててきたものを合算した新しい所有物を用意されることが約束された。ギリシャとトルコは移民の持ち物の総額を計算し、余剰のある国は他方に支払った。ギリシャに残されたすべての所有物はギリシャ国家に帰属し、トルコに残された所有物はすべてトルコ国家の帰属となった。住民の性格の違いのせいで、アナトリアに残されたギリシャの富裕なエリート層の持ち物は、ギリシャのイスラム教徒の農夫の所有物より大きかった。M・ノーマン・ネイマークは、この条約はトルコにとって、民族的に純粋な祖国を創造するための民族浄化運動の最後の部分だと主張した。歴史家、ダイナ・シェルトンは、同様に以下のように書いた。ローザンヌ条約は、国内のギリシャ人の強制的な輸送を完遂させた。イギリスの外務大臣カーゾン卿は、強制的な住民の交換が解決策になり、徹底的に悪い拙劣な解決方法であり、世界は向こう100年の間、重いペナルティを払うことになるだろうと遺憾の意を表した。彼はそれに関係することをひどく嫌った。しかしながら、ギリシャ政府の示唆は馬鹿げたものになった。それは、トルコ政府の行動によって、トルコからこれら人々を追い出す強制された解決策であると。難民委員会は難民の最低重をフォローするための有効な計画を持っていなかった。難民の定住の目的のためにギリシャに到着したとき、委員会は難民の数についても有効な土地の数についての統計的データを持っていなかった。委員会がギリシャに到着したとき、ギリシャ政府はすでに暫定的に 72,581 の農民の家族を定住させており、ほぼすべてがマケドニア地方であった。そこはイスラム教徒の交換によって捨てられた場所で、土地の肥沃さは彼らの実用的で幸先の良い生活の設立を実現させた。トルコではギリシャ人によって放棄された土地は、住民交換による住民の流入以前に入ってきた。移民らによる略奪を引き起こした。結果として、アナトリアでの難民の定住は、同様に大変困難であった。政府が資産を抑える前に、これら故郷の多くの戦で立ち退いた人によって、引き継がれていたためである。1922年の戦争後、ギリシャのために、トルコを離れた100万人以上の人々は、間接的、部分的そして異なった構造を通じて、トルコとギリシャの統一に貢献していた。トルコでは独立の出発と強い経済的エリート、例えばギリシャ正教徒の人々は、確固として支配的な国家のエリートから離れた。事実、チャーラー・ケイデールは以下のように記録している。この大胆な方法が指摘していることは戦争の間にトルコは承認階層を失い、共和国が成立した、そのような時には、官僚制は、確固たるものになっていた。1930年に自由共和党を支援する、新興経済グループは、単独政党の統治を反対なしで引き伸ばすことはできなかった。多党制への変化は1940年半ばではより、強い経済集団次第であり、ギリシャの中流、上流経済階層の放逐のせいで、それは窒息していた。したがって、国民国家への変容の後も、政教会信徒の集団が止まっていたら、トルコで単独政党による統治の登場の定期の準備がある社会の党派は存在しただろう。ギリシャではトルコとは対照的に難民の到着は君主の支配と共和主義者とは相対的に古い政治家を破った。1920年代の選挙では新人の多くがエレフテリオス・ベニゼロスを支援した。しかし、難民の不平の増大はいくらかの移民がギリシャ共産党へ支持を変更したり、その強さの増進に貢献したりする事態を引き起こした。イオアニス・メタクサス首相は王の支援とともに、1936年に権威主義的体制の樹立で共産主義者に対抗した。このようにして、戦争と戦争の間に住民交換は間接的にギリシャとトルコの政治体制における変化を促進した。多くの移民は渡航中あるいは移民船を待っている過酷な期間に流行病で死亡した。移民の死亡率は出生率の4倍以上となった。到着の最初の数年はギリシャからの移民はタバコ生産の農業的技能しか持っていなかったので経済的生産には非効率であった。これはかなりの経済的ロスを新しいトルコ共和国に作り出した。他方で離れたギリシャ人住民は以前のオスマン帝国のカピチュレーション政策について国際貿易やビジネスに熟練した働き手であった。現代の学者はギリシャトルコの住民交換は宗教的アイデンティティという面で定義しているので住民交換はこれより一層難複雑である。全く1923年1月30日にローザンヌでのギリシャとトルコの住民交換の合意書で具体化した住民交換は民族的アイデンティティに基づいていた。住民交換はトルコ、ギリシャ両国にとって国民国家の形成における少数民族の浄化を法的に可能にした。それにもかかわらず住民交換の際して民族集団をトルコ人あるいはギリシャ人と決めるのに宗教は合法的な要素あるいは安全な基準として利用された。結果として、ギリシャとトルコの住民交換は、トルコのアナトリアのギリシャ正教徒とギリシャのイスラム教徒を対象にしたものになった。しかし、これらかつてのオスマン帝国の異質の性質のせいで、多くの他の民族集団は、署名の後の数年間、合意の面に対して、社会な法的な正当性の要求を提起した。これらの中には、プロテスタントやカトリックのギリシャ人、ギリシャ正教徒のアラブ人、アルバニア人、ロシア人、セルビア人、ルーマニア人、ギリシャ領内のマケドニアとイピロスのアルバニア人、ブルガリア人、ギリシャ系イスラム教徒そしてトルコ語を話すギリシャ正教徒がいた。ギリシャ、トルコの国民国家の下での異質な性格は、ローザンヌの交渉を形成する基準の制定には反映されなかった。これは発表された合意書の第一章に明らかである。1923年5月1日より強制的なトルコ領内に居住するギリシャ正教徒のトルコ国民とギリシャ領内に居住するイスラム教徒のギリシャ国民の交換を行うと、合意はイスラム教徒とギリシャ正教徒を交換の対象の集団にすると規定している。この分類はオスマン帝国のミレット制度によって書かれた記録に従った。確固とした定義の欠如において公式なアイデンティティの求めを覆す容易に利用できる基準は国民という概念のない数世紀にわたる共存の時代の地にはなかった。1910年のアナトリアにおけるギリシャ人の分布。セーブル条約はトルコに過酷な条項を課し、アナトリアのほとんどを連合国とギリシャの統制下に置いた。スルタン、メフメト6世の条約の受諾は、トルコの民族主義者を奮撃させ、彼らはアンカラに対抗政府を樹立し、条約の履行阻止のためにトルコ軍を再編した。1922年の秋までにアンカラを拠点とする政府は、トルコの国境を確保し、アナトリア全域を支配主体として衰退したオスマン帝国政府とって変わった。これら出来事に照らして、講和会議がスイスのローザンヌでセーブル条約に代わる新しい条約を立案するために開催された。会議参加のための招待はアンカラ政府とイスタンブール政府の両方に広げられた。しかし、アンカラ政府1922年11月1日にスルタン制を廃止し、続くメフメト6世のトルコからの亡命はアンカラ政府をアナトリア実効支配する単独の主体とした。ケマル・アタチュルクに率いられたアンカラ政府は、その民族主義的プログラムを実現させるために素早く動いた。それは、西アナトリアの重要な非トルコ系少数民族の存在を許さないというものであった。最初の外交的行動の一つに、トルコの唯一の正当な代表として、アタチュルクは交渉し、1923年1月30日に、ギリシャとトルコの住民交換の合意書にエレフテリオス・ベニゼロス及びギリシャ王国政府と署名した。講和会議は第一次バルカン戦争以来起きた人口の移動すべてに訴求項を有した。その時には住民交換は1923年5月1日より発行することになっていたし、戦争前のトルコのエーゲ海沿岸部のギリシャ人のほとんどはすでに立ち去っていた。住民交換には、アナトリア中央とポントスとカルスに残されたギリシャ人、合わせて189,916人ほどが巻き込まれた。354,647 人のイスラム教徒が巻き込まれた。したがって、合意は単にギリシャとトルコの人口において、すでに起きていることを追認したに過ぎない。120万人のギリシャ人が、住民交換に巻き込まれたことについても、およそ15万人だけがきちんとした方法で再定住した。多数はすでに1922年のキド戦争での敗北で退却したギリシャ軍と共に立ち去っていたので、ある。一方、他のギリシャ人はスミルナの海岸から逃げたのである。ギリシャ人の一方的な国外脱出はすでに進行段階にあり、国際法的な保障によって、住民交換に変容させたのである。ギリシャでは、それは、小アジアのカタストロフィと呼ばれる、キド戦争の出来事の一部であった。主だった難民の排除や、住民の移動は、バルカン戦争、第一次世界大戦、トルコ独立戦争の後にすでに起きていた。これらには35万人のギリシャのイスラム教徒と120万人の小アジア、東トラキア、トラブゾン、アナトリア北東のポントス山脈のギリシャ人とかつてのロシア帝国のカルスオブラスト州だった南コーカサスのコーカサスギリシャ人、彼らは第一次世界大戦の後の短期間同地域に残っていたが含まれていた。会議は次のような住民に影響を与えた。アナトリア中央のギリシャ正教徒、イオニア地方、ポントス地方、かつてのロシア領のコーカサス地方のカルス、ブルサ、ビチュニア地域、カドゥキョイ、東トラキアそして他の地域のギリシャ人が追放、あるいは抗議にトルコ領での市民権を奪われた。およそ35万人がギリシャから追放され、主にトルコ系イスラム教徒、そして他にはギリシャ系イスラム教徒、ロマ系イスラム教徒、ポマク、シャムアルバニア人、メグレのルーマニア人と連名が含まれていた。この時には、ローザンヌ会議は開催されていた。ギリシャ人住民の多くはすでにアナトリアを離れており、ギリシャ軍の撤退後も止まっていた20万人のギリシャ人も排除された。他方で、ギリシャのイスラム教徒は、アナトリアのギリシャとトルコの紛争に巻き込まれることなく、ほぼ無事のままであった。イスタンブールのギリシャ人人口と都市人口に対するパーセンテージ、ポグロムとトルコの政策は、ギリシャ人コミュニティをほぼ一掃した。ギリシャとトルコの住民交換の間にイエナからテッサロニキへ出された産宣言にシュトラキアのトルコ人とイスラム教徒は、イスタンブール及びギョクチェアダ島やテネドス島といった、エーゲ海諸島のギリシャ人同様に移送を免除されていた。トルコ共和国によって実行された、トルコのギリシャ市民を30種の商業、仕立てや大工から医者、法律家に至る、専門職から締め出す1932年の法律のような懲罰的な対応とイスタンブール、インブロスとタネドスのギリシャ人の不動産の削減は相互に関係があった。最も数の多い住民交換の対象とされたギリシャ人によって放棄された資産は、それらは放棄され、従って国家の所有であると宣言され、トルコ政府によって没収された。資産は裁判所のもと、かつての所有者を逃亡者とラベリングすることで任意に没収された。加えて、ギリシャ人の多くの実物資産は届け出がないと宣言され、続いて所有権は国家によって推測された。結果として、ギリシャ人の実物資産のより大きな部分は、トルコ政府によって2束3分で売却された、法規資産委員会の枠組みの下で運営されている、分解委員会は、法規資産の売却の仕事を継続するために、住民交換された個人の検証に着手した。1942年にトルコの裕福な非イスラム教徒に課されたトルコ語で W、バークバージジーと呼ばれる資産への税金はまたトルコの民族的ギリシャ人、ビジネスパーソンの経済的ポテンシャルを削減することに寄与した。1955年のイスタンブールポグロムのような暴力事件はアルメニア人、ユダヤ人マイノリティ同様に主に民族的、ギリシャ人コミュニティに対して向けられたもので、1924年に20万人強の2006年には2500人以上のギリシャ人マイノリティが減少し、ギリシャ人の国外への移住を加速させた。1955年、イスタンブールポグロムがギリシャ人をギリシャへ追い出すために、イスタンブールの最大のギリシャ人居住地で起きた。対照的に、ギリシャのトルコ人コミュニティは14万人へと規模を増大させている。同じように、クレタ島の住民の様相はかなり変化した。クレタ島のギリシャ語、トルコ語を話すイスラム教徒の住民は主にアナトリア沿岸に移住しただけでなく、シリア、レバノン、エジプトにも移住した。これら人々の中には、この日から民族的にギリシャ人と自己の規定する者もいた。逆に、小アジアのギリシャ人、主にスミルナ出身の者は、クレタ島に渡り、独自の方言、習慣、食生活をもたらした。ブルース・クラークによれば、ギリシャ、トルコ両国の指導者は、国際社会のいくつかの集団同様に、彼らそれぞれの国での民族的同一化の結果は、建設的で安定したものであると見ていた。なぜならそれがこれら2カ国において、国民国家の性格を強化することを助けるからである。同時に、強制された追放は明らかな問題を有していた。住み慣れた土地から強制的に除去されることのような、社会的、そしてよく発達した家業を捨てるといった一層、実際的なものである。国はまた他の実用的な問題を有していた。例えば、10年後、人はアテネにある小アジアから逃げてきた住民を受け入れる。間に限られた予算内で急激に勃興した居住地の一部に敵対的に発達した懸念に気づくことができた。今日に至るまでギリシャ人とトルコ人はなお資産を有し、イスタンブールのカドキョイのような地区でさえ住民交換以来放棄されたものが残されている。トルコ国民とされたもの、ギリシャ国民とされたもの。ありがとうございます。